樋口忠政は元ラジオ日本アナウンサーであり、現在はフリーアナウンサーである。東京都杉並区出身、早稲田大学小学部卒業。1961年に当時のラジオ関東に入社。当初はプロ野球中継の担当が中心だった。その翌年には早くもプロ野球中継の実況を担当することになり、史上最年少のプロ野球実況穴が、 誕生ということで話題となる。しかし、自分の性質やテンポは、スポーツに向いていないと感じ、わずか3年で、自らプロ野球の実況から離れた。その後、競馬人気の高まりとともに1968年頃から、競馬関連の番組を手伝うようになり、1970年から、ラジオ日本土曜、日曜競馬実況中継の司会進行を呼び、実況を担当。 入社が一年先輩である、林洋介と共に、長年ラジオ日本の競馬中継における、看板穴として活躍した。なお、曲穴時代はこの他にも、駅伝中継、ニュース番組など様々な番組を担当し、特別競輪中継では、競馬中継と同様に、定年退職後も司会進行及び実況を、担当していた。定年退職後もフリーアナウンサーとして、 ラジオ日本の競馬中継や、競輪中継を担当。このほか、立川競輪ウィークリーや内藤博之と週替わりで、競輪トピックスの MC といった、競輪中継以外の競輪番組も担当していた。曲穴時代を含めると実況歴、約40年のベテランアナウンサーである。また、CS では、スピードチャンネル、春夏秋冬競輪年譜において、 レース VTR の実況を担当。その一方で、東京アナウンス学院専門学校の講師をはじめと、するアナウンス話し方教室の講師としても、活動している。ありがとうございます。